どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、1週間のね、いろんなニュース、細かいものをですね、紹介していきたいなと思います。ということで早速ね、内容に入っていきましょう。それではまずですね、 IH リゾートなんですけども、ガーナっていうね、2023年8月ぐらいにね、新しく登場したね、ホテルブランドっていう風になるわけなんですけども、これがですね、となんとね、日本に開業するっていうのが、こちらね、初進出ということで発表されました。アメリカ国外で初みたいですね。ガーナブランド基本合意締結ということで、大阪市内3つのホテルを改修し、2024年下半期にガーナとしてリブランドとして開業ということで、3つできるみたいですね。はい、IH ね、非常に増えておりますけども、すごいですね。まあこういったのはですね、発表がございまして、このガーナホテルっていうのはね、公式サイトこんな感じになっておりまして、まあそんなにラグジュアリーとかね、そういったカテゴリーのね、ホテルではないんですけども、無料のね、朝食とかもね、利用することができるホテルみたいですね。まあどのぐらいのホテルポイントで宿泊できるのか非常に楽しみですね。2024年の下半期に開業っていう風になりますんで、まあ来年の今ぐらいになるのかな。はい、できるっていう風になりますんで、これは楽しみですね。それでは次ですね、リムジンバスに関してなんですけども、なんとね、よりスムーズに場所をご利用いただけるようになりますということで、羽田空港リムジンバスクレジットカード等のタッチ決済拡大します。2023月1日から対象路線と対象ブランド順次拡大ということで、こちらね、京急から発表がね、こちら出ておりまして、カナチューグループからもね、タッチ決済乗車サービス開始っていうのはね、発表されておりますんで、広範囲でクレジットカードのね、タッチ決済利用することができるっていう風になりますんで、まあ、私はよく利用するね、町田とかもね、こちら対象路線に入っているっていう風になりまして、ちょっとね、一部の区間だけですね、こちら成田空港行きのみとかね、まあ、そういったのもあるみたいなんですけども、クレジットカードのタッチ決済ね、利用することができて、今もね、ビザと JCB 使えるみたいなんですけども、2023年3月1日からアメックスとダイナースとディスカバー銀連とかもね、利用することができて、対象路線ね、こちらに記載がありますので、気になる方はぜひね、チェックしてください。これはね、本当にありがたいですよね。クレジットカードタッチ決済でね、乗れるほど楽なことはないですからね。特にね、外国から来てる方なんでね、わざわざ券売機で買わないでそのままタッチできればね、非常に便利なんでね、もっと拡大してほしいですね。では次です。ヒルトングランドバケーションズがブルーグリーンバケーションズを買収ということで、これね、結構びっくりしたんですけども、ヒルトングランドバケーションっていうね、タイムシェアあると思うんですけども、こちらはですね、なんとグリーンバケーションズを買収したことを発表いたしましたということで、総額15億ドルのね、全額現金取引により、全部でね、新たに14の地域と8つの州、約200の施設を拡大しますということで、すごいですよね。はい、ヒルトンバケーションでね、タイムシェア持ってる方ね、結構いらっしゃるかと思うんですけども、今後ね、このグリーンバケーションズのね、対象のね、ホテルっていうのも利用することがね、今後できそうっていう風になりますんで、これはめちゃくちゃ朗報ですね。ぜひね、タイムシェアとか持っている方はですね、覚えておいてください。では次にですね、ダブルツリーバイヒルトン大阪城2024年5月開業に向け、1月18日に宿泊予約開始ということで、ダブルツリーバイヒルトン大阪城、とうとうね、1月18日にね、予約開始になりました。こちらもね、予約することができるっていう風になっておりまして、一応ね、2024年5月1日ソフトオープンで、グランドオープンは5月23日っていう風になりまして、こちらね、ダブルツリーっていうね、ホテルブランドって、まあ基本的にね、まあ那覇とかだったらね、結構特典あったりするんですけども、まあ基本的にラウンジとかね、ないんですけども、このホテルはですね、どうやらね、ラウンジがあるらしいんですよね。これね、非常に意外でびっくりしたんですけども、最上階にはエグゼクティブグラブラウンジもございます。またね、屋内プールや24時間のフィットネスセンターとかもね、あるということで、ダブルツリーバイヒルトンブランドにしてはですね、かなり豪華なね、ホテルになってるようですので、来年のね、5月1日ソフトオープンという風になりますんでね、これはちょっとね、行ってみたいですよね。それでは次ですね、ヒルトンホテルなんですけども、キープシャイニングエキセンドユアダイヤモンドステータスということで、ヒルトンホテルにはですね、ダイヤモンドステータスね、持っている方で、条件を達成するとですね、一回ね、ゴールドとかに陥落しても延長がね、申請できるっていうのがあるんですよね。で、これがですね、条件がありまして、まずね、3年間ダイヤモンドステータスでいる必要がございます。で、もう一つですね、250泊、これは優勝でもね、リワードどっちでもいいんですけども、250泊の宿泊実績、もしくは
50万ポイントのベースポイントっていう風になりまして、非常にハードルは高いんですけれども、こちらねダイヤモンドステータスをですね延長することができるっていう風になりますんで、私ね今年ダイヤからゴールドにね落ちてしまうので、これ申請したいななんていう風に思ったわけなんですけども、さすがにねこんなに宿泊したりね、あのベースポイントを獲得したりしてないんでね、さすがに使うことはできないんですけども、こんな特典がねありました。まあこれね私の動画で言ってると思うんですけども、コロナでね休止されてて再開しましたっていう風になりますんで、この点覚えておいてください。それでは次にですね、こちら2025年度の株主優待制度変更のお知らせということで、KDDI からね、プレスリリースが出ております。今後ね、株主優待の選択できるサービスとしてですね、ポンタポイントはね、選択することができるっていう風になるんですよね。これめちゃくちゃいいですよね。で、残念ながらですね、保有期間は1年以上かつ100株以上の株主様が贈呈対象っていう風になりますんで、まあクロスとかね、少額持ってたらいけたりするのかもしれないですけども、まあクロスとかね、基本的にダメみたいですね。一応ね、1年以上保有していると、こちらはね、もらえるっていう風になりますんで、1年から5年未満の方はポンタポイント2000ポイントもらえる、5年以上の方は3000ポイントもらえるっていう風になりますんで、まあ、100株でね2000ポイントポンタポイントもらえるのであればかなりいいのではないのかななんていう風に思います。こちらね朗報ですよね。それでは次にですね、残念なお知らせです。こちらね楽天カードの外貨決済手数料なんですけども、残念ながらね、レート変更が来ておりまして、こちらね、悪くなります。2024年3月まで、今年、今ね、適用されているのは、楽天カード、ビザ、マスター、JCB、アメリカンエクスプレスのクレジットカードは、外貨決済手数料はね、こちら、かかってきてるんですよね。ビザとマスターだったら 1.63、JCB だったら 1.6、アメリカンエクスプレスだったら 2.0。これは国際ブランドですね、楽天カードの。まあ、こういったね、計算式になっておりまして、こちらがですね、2024年4月以降ですね、残念ながら一律 2.2% という風になりまして、非常に高くなりますね。こちらね、ちょっと残念としかね、言いようがないんですけども、事務手数料系ね、上がるんじゃないかななんていう風に思ってたんですけども、楽天カードね上げてきましたね。他のブランドももしかしたらね今後上がるとかねあるかもしれないですね。まあ私のね動画でお勧めさせていただいているイデアとかね、レボリュート、またね三井住友プラチナプリファードとかね、外貨決済 3% だったりするんで、まあこういったね感じでもね全然三井住友カードのプラチナプリファードだったらね全然プラスになるっていう風になりますし、まあイデア、レボリュートであればねここら辺かからないっていう風になりますんでね、ぜひねこちら辺をね海外の決済では、メインでね使っていただければなっていう感じですかね。まあ最近ねプラチナプリファードねいろんな特典がついてますんでね、動画出してこの前出しましたけども、ぜひねそちら見ていただければなと思います。それでは次に ANA のプレスリリースなんですけども、 Air Japan 機内当日購入可能な機内食及び機内販売を発表へということで、8月に発表した事前予約型の機内食に続き、ご搭乗日機内でお買い求めいただける機内食と機内販売品を発表いたしました。機内で購入いただける食事や飲み物は日本の良さ、地域の持つ魅力が伝わる特産品などを中心に、定食や軽食、スイーツ、ソフトドリンク、アルコール飲料など計56種類のメニューを取り揃えました。機内販売は日曜や、旅先でもお楽しみいただけるエアージャパンオリジナル商品に加え、日本らしさを感じられる商品なども計19種類をご用意いたしましたということで、とうとうねこちら、2月9日にですね新規就航いたしますよね。で、当日の機内食に関してなんですけども、島根県産の高級めでたい茶漬け、あーいいですね。ちょっとねこちら画像がねこのページだとね結構荒いんで詳細には見えないんですけども、こういったものとかうどんとかね、あと地方の名所、あーいいですね。こういうのが利用することができるっていう風になるんですね。でまたね機内販売商品ということで、焼酎とかね、あとアロマミスト、どんな感じの匂いなんですかね。これはちょっと乗ってみないとわかんないんで、これは楽しみですね。あとプチリリーソープ、これなんだろうな、石鹸ですかね、石鹸をベースとした優しいハンドメイドソープだったり、あと御朱印帳とかもねあるんですね。これはね好きな方多いのではないでしょうか。まあこういったのがね発表されましたので、気になる方はぜひねこちらチェックしてください。それでは次にですね、 ANA ですね、国内線プレミアムクラスで ANA キルフェボンのお茶菓子提供開始ということで、2月1日よりですねまだ始まっておりません。2月1日から国内線プレミアムクラスにてキルフェボンコラボレーションしたお茶菓子を提供開始ということで、 ANA ペストリーシェフ監修のもとキルフェボンで人気の焼き菓子ブルードゥフリーユイの ANA オリジナルフレーバーを共同開発しました。
2月の7日よりご自宅でもお楽しみいただけるよう、搭乗者向けオンラインサービス ANA とはアットスカイ限定で販売開始いたしますということで、こちらね、お家でも楽しめるみたいですね。これはプレミアムクラスね、もし2月以降ね乗られる方はぜひねこちら利用していただければなと思います。こういったのがねちょこちょこ変わるんでね、結構楽しいですよね。それでは次にですね、こちら Amazon なんですけれども、この Amazon カード持ってる方はですね、概要欄にね URL 載せておきますんで、ぜひこちらねチェックしてください。 Amazon マスターカードをお持ちの方、最大 5% ポイント還元キャンペーンが来ております。こちらね1万円以上ねご利用していただくと、通常の還元に加え、さらに 3% ポイント還元が利用することができます。で、有効期限ね2024年3月31日ということで、結構ね有効期限短いんで、こちらね対象だった方はぜひね早めに利用してください。残念ながらね私は対象ではなくてですね、エントリーもねすることできませんでしたので、ぜひねあの Amazon カード持っている方はですね、これね 5% 還元ねいいですよね、 Amazon でね、ぜひチェックしてください。それでは次に JAL ですね。元 CA 女性初の JAL 社長にということで、鳥取光子専務氏が昇格へということで、元ね客室乗務員で30年間余りですね、客室乗務員を務めた方がですね、次のね JAL の社長になるみたいですね。これ JAL のねプレスリリースでも発表があったんですけども、ちょっとねこちらの方が分かりやすかったんでね紹介させていただきましたけども、日本航空新社長に承認する鳥取光子専務、安全とサービス2つ、これが私のキャリアそのものでございますということで、 JAL がねどういった感じになっていくのかね非常に楽しみですね。それでは次にですね、 JAL がなんとファーストクラスエントランスっていうのを2024年1月24日よりオープンするっていうのを、これねプレスリリースとかにもね出てないんですけども、こちらね掲載されているんですよね、ホームページに。優雅な旅の始まりを演出する最上級の空間、こちらね、JAL の運航便ファーストクラスご搭乗のお客様限定ということで、 JAL にはねダイヤモンドとかありますけども、こういったね上位ステータスを持っている方も、こちらね利用することができません。 JAL のねファーストクラス乗る方のみがね利用することができる、JAL のねファーストクラスエントランスということで、こちらねまあ多分 ANA でいう小屋みたいなね、ああいう感じになってるんだと思うんですよね。ファーストクラスご搭乗のお客様をお迎えする特別なエントランス、上品な室長で重厚感を漂う空間から最上の旅が始まります。洗練された和をスタイリッシュに表現した空間は、出発前の時間を特別なひとときへと彩ります。出発前に伴う手続きの間、こちらでお過ごしいただき、完了次第隣接する保安検査場を通過してスムーズに出国審査へ お進みいただけますということで、こちらね出国審査の前なんですよね。ですので搭乗手続きをこちらでできるっていう空間みたいですね。いやね、これはちょっとねびっくりしましたけども、はい、こういったのはですね1月の24日からファーストクラス利用する方のみがね利用することができるっていう風になりますんで、ぜひねファーストクラス利用される予定のある方は利用ねしていただければなと思います。こちらね記載のある通り、 JMB ダイヤモンド JGC プレミアの会員の方は、ご利用いただけませんということで書いてありますんでね。いやね、これめちゃくちゃ良さそうですね。次回ね、ちょっとこちらは利用したいですね。はい、ちょっとファーストクラスまた乗りたいなというふうに思いますね。はい、ということで今回ですね、ちょっと細かい話まとめて紹介させていただいたわけなんですけども、まあ、今回ね、そんなに長くなさそうですね。はい、まあこのぐらいがね、ちょうどいいですよね。はい、30分とかね、超えてくるとね、本当に申し訳なくね、なってしまいますんでね。で、今日紹介させていただいたものは、公式サイトあるもんね、全部概要欄に載せておきますので、気になるものございましたら、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、プライティパスの付帯クレカのおすすめがわかる PP 診断、ポイントサイトの診断、マイル診断、やっておりますので、こちらからね、無料で利用することできますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。